はい、皆様こんにちは。今日は、ちょっと特別なダンジョン攻略とかではなく、ちょっと特別な動画ですね。はい、じゃあちょっと行きましょう。今日はですね、ボックス紹介と、あとフレンド募集をしようかなと思ってる。フレンド募集に関してはまあちょっと後半の方でやっていきたいなと思うので、まず最初に、モンスターボックスの紹介をしていこうかなと思っております。で、今は僕はとりあえず今はパズドラが確か550日ぐらい、まあ約550日なんですけど、まあぐらいやってて、400日ぐらいはずっと無課金でした。そっから今年入ってからずっと課金し始めて、僕はですかね。はい、はい、じゃあモンスターボックス行きましょう。はい、まあ最近結構いろんなモンスター進化させてて、まあできるだけ全部進化させてるんですけど、まあこうやって雨の娘だったりだとか、レイラーは、レベルマックス、覚醒マックス、まあスキルレベルはちょっとチェイサーがなかなか手に入らないんで、ね、ちょっとあとこいつ10体スルーしてます一応はい、あのティンニンパーティーのサブによく使ってますね。まあアモンは今来てるセイントセイヤでなんとか頑張ってスキル上げしてます。ウリエルも全然上がってくんないですね。で、前来たゼウス、ティオスが、まあ一応進化だけはさせましたね。で、とりあえず進化みたいな感じなんですよね。チオメとか。まあで、一番、まあ動画でとかでよく使ってる僕の光フォルスだったりだとか、まあ、アレス。スキルレベル最大にやっとなりました、本当に。よかった。で、まあエルドラドが2体いるんですけど、2体目、1体、いった、よつんじゃねえよ。おめえじゃねえよ。まあ1体はスキルまで。てか、まあこの辺見たくないです。多分リーダー格見たいですよね。まあゴーエモンだったりだとか、あんま使わないですけど。まあワングレンとかもね、まあ、いたら使いたいんですけどね、フレンドが。あんまなかなかいないんですけど。で、もう最近よくほんと使いたいなと思ってるのは、スキル間にしたソーソーなんですよ。フレンドがいないので、使えないっていう。もうフレンド、今回フレンド募集させてもらうんですけど、そうそうのフレンド来たら、僕は承認して、レベルマックス、覚醒マックスにして、はい、297を振りたいなと思っております。はい。いや、マジで使いたい、本当に。9ターン、実質9ターン、1ターンの威嚇なんで、結構強いっすね、本当に。リーダーで両方使えるから、結構強いなと思います。HP も結構確保できて。で、あの、雨の渦目にもうなんか4ターン倍の、まあ、その辺のパーティー説明後でしましょうか。で、フレイヤーは、ちょっと、もう片方の究極進化来たら、究極進化させようかなって感じですかね。僕、モンスターズから見たところ、いずいずの新しい究極進化あるじゃないですか。その上に1個空いてて、その下に3つ空いてたんですよ。ってことはもう絶対、北欧神来ます。多分、9割型、北欧神の新しい究極進化が多分来ると思います。いつかのタイミングで。はい。なので僕は、究極進化させておりません。最近ゲットしたんでね、フレイは。確か動画撮ったかな？忘れちゃったけど。で、まあ、パズバとオラボガチャの、ムラクロンさんと、チカちゃん。で、こいつがなかなか上がってくれないプロメテウスさん、唐揚げくんですね。なかなかスキルレベル上がってくんないですね。はい、すいません。まあ、火は結構います。で、オーガが頑張って今、オーガシステム作ろうかなって感じですね。で、水も、今頑張って外出てて、ぜひ、アンドロメダが使いたい。本当に。アンドロメダは本当に使いたいんですよ。頑張って今、覚醒もさせて、レベルももうそろマックスになるんですけど、アンドロメダを早く作りたいんで、はい。この1週間で多分パーティー自体が完成するんじゃないかなと思います。マリンラディアンもいるんで、ちょっとでスキルマがね、ちょっとどうしても作れないんですけど、しかも今月31コラボ来ないんで、来ないよね、30日までだよね、6月って。うん。まあ、育っていきたいなとは思っております。ネプチューンもね、ちょっと頑張って、全然スキルレベル上がってないんですけど、ちょっと頑張って、神エンハーついたんで、じゃあ育てたいなと思っております。で、今スキルレベル頑張ってるのが、例えばウリエルだった。ガブリエルか。が、今、ちょっとご機嫌斜めなんですけど、25体ぐらい壊せたのかな。
で、クラーケンも今頑張ってますね。セイントセイヤコラボって。水のリーダーは多分僕一番多分使う。てか水はフレンドがいないんですよね。だから、このフレンド募集でぜひ募集したいのはアンドロメダですね。アンドロメダの人本当によろしくお願いします。ですね、はい。水は昔はイシス使ってましたね。無課金の時。無課金2体目の神が僕イシスだったんで。あとはベイツールとかですかね。やっぱり。一応レベルマニアしてます。水はこんな感じですかね。ラクシミがまだ進化してないんですけど、明日には進化できると思います。木属性は、リーダーよく使ってるのは、まあ、パールパーティーですかね。やっぱりキー3倍なんで、木属性のパーティーで止めようかな。まあ、もしくは、ちょっとバステトを育てたらバステト使っていきたいな。まあ、最近当たったんでね、バステトが。はい。最近バステトが当たったんで、バステト使っていきたいなとは思っております。列強化ついてるんでね、操作時間延長も、スキル不意耐性もついてるし、その覚醒がすごく優秀なので、使っていきたいかなと思ってはおります。4倍ですしね。はい。で、まあ、サブにメイメイだとか、で、最近よく育ててるのはミカエルで、もうそれをあと1上がれば、スキルまでですね。頑張って今、地の、シンピリオン。来てるので、そちらを頑張ってやってますね。で、アバロンドレイクが。一向に上がってくれない、スキルレベルが。仮面めっちゃ食わせてるんですけどね。なかなか買ってくんない。で、2体目もいるんで、そちらもね、頑張ってレベル上げていきたいなと思っております。アスタラトがね、スキルマンになったんすよ。やっと、本当に。マジ嬉しいです、これは。これ、サブでよく入れてます。サブでたまーに入れてます。貴族性のパーティーで。なんで、バステトのフレンドは欲しいですね。で、まあ、ホルスパーのサブに僕よく使ってるのは、パールパーティーとスサノオとクシナダですね。半減化回復みたいな。よく使ってます。で、光が多分一番充実してるんじゃないかな。はい。まあ、ホールスパンのサブでよく使ってるのはこのメタトロンと、イザナギがよく使ってます。覚醒がやっぱ優秀なので。イザナギがね、はい、はい、スキル封印耐性を持ってるので結構優秀で、HP を、まあ、体力タイプ、究極進化が来て体力タイプがついたことで結構やっぱ強くなったっていうのがありますし。リーダーとしても結構使えるようになりましたね。HP3 の回復力が 3.5 倍は、まあ強いですよ。まあただ気をつけなきゃいけない点は、僕も一回間違えちゃったんですけど、HP80% 以上の時に、HP が 80%。だから 80% 以下切っちゃうと、回復力は、通常通りです。そこの点気をつけてください。あんまね、僕、イザナギはリーダー使わないですね。80% 以上っていう条件が結構厳しくて、例えば神秘竜とかが、最初の先制攻撃だけで HP80% 切っちゃうんですよね。だからなかなか戦いづらくて、ちょっとイザナギは僕リーダーとしてあんま使ってないです。メタトロンはやっぱサブで使ってて、スキルレベル最大にしたいんですけど、はい、したいですね。で、水、やっぱ属性が優秀ですね。ゼウスは未だに、ゼウスは未だに僕使ってます。金曜ダンジョンの常時極級で使ってます。サブでも使えるんですよ。攻撃力高いんで。やっぱ、プラス最初振っちゃってたんで、ちょっと若干。まあ、でもやっぱ攻撃力高いんで結構使ってます。スキルレベルを早く、最大にしたいですね。はい。まあ、バルキリーは僕2体持ってて、両方ともスキルマですね。で、本当に皆さんお願いします。悟空のフレンドが欲しいんです、僕が。ですね、悟空を、新無限回路で試してみたら、相当強くて、本当に、マジで強くて、フレンドがいなかったんで、フレンドは大凶消去で代用したんですけど、一応大凶消去も列強化つい、光の列強化ついてるんで、スキルブーストと、まあ、似たような条件で、やってみたんですけど、まあ、強い、本当に。いや、ガチで強いと思って、その、先制攻撃来るダンジョンとかだったら、ティンニンじゃなくてこっち、孫悟空使いたいなって、すっげえ最近思ってて。いや、こっち孫悟空スキルブーストと列強化両方持ってますからね、ティンニンと違って。なので、マジで孫悟空持ってる人、本当にフレンドよろしくお願いしますって感じですね。はい。マジで使いたいです。てか、マジで、流行らせたいですよ。流行らせたいまでいかないけど、マジで使いたいですね。本当に、ずーっと孫悟空使いたいぐらいです、本当に。アンドロメダと孫悟空はマジで使いたいんで、よろしくお願いします、皆さん。で、まあ、よく、まあ、ただ、パトリシアさんは2体スキルまで持ってます、一応。はい。頑張ってね。
だから僕攻撃耐性光が4体スキルマなんですよね。頭おかしいっすよね。で、大凶消去忘れてました。闇飛ばした。大凶消去が一応スキルマの、スキルマじゃないや、スキルだって、スキルレベル上げそもそもまだ来てねえや。はい、覚醒フル覚醒の、レベル最大です一応。はい、で僕2体当たったのか3体当たったのか分かんないけど、3体目どっか行っちゃったんですけど、そちら動画で撮ったんですけど、はい、まあ、2体目は、コスト制限用、あの、パズドラ Z コラボで、使っていきたいな。多分一番強いリーダーじゃないですかね。倍率で言うと。使えるモンスターで。多分、うん。一番使いやすくて、倍率一番高い気がします。はい、間違ってたらすいません。はい、まあ、で、そんな感じで、ベアも、ちょっとやっぱ覚醒がやっぱ強いんで、まだ覚醒はさせてないですけど、やっぱ強いんで、ちょこちょこ育てております。はい、で闇ですね。闇がねあんま育ってないんですけど、まあ、最近ちょっと育てようかなと思ってるのは、ちょっと最近当たったアヌビスを、育てようかなと思ってて、まあ、よく読みアヌビスを使っているんですけど、そちらの方で、やって、読みアヌビスで、やっていきたい。S ランクをよく取ってるんで、ちょっとアヌビスの方フレンドさんに頼ってばっかいるので、ちょっと自分でも育てたいなと思って、ちょっと頑張って育ててね。まあ読みが両方いますね僕は。でこっちはこっちにちょっと297、こっちは297今頑張ってやろうとしてるんですけど、まあ強いっすね読みは。サブとして本当にリーダーとしてはあんま使わないですけど、まああとはまあハクがちょっと今覚醒がまだスキルマなんですけど、覚醒がまだできてなくて、はい、まあでもそんな感じかな。闇はそんな感じですかね。リーダーとして使えるのは。はい。でもこんな感じです、僕は。で、パーティーを見していきましょうか。今僕はまあこの、まあよく今、最近動画でよく使ってる、まあ僕これしか使ってないんですけど、動画で。フォレスパーティーと、ティンニンパーティーをこんな感じで僕使ってて。ティンニンはちょっと見せてなかったので、ちなみにスキルマになりました、やっと。はい。7ターンで打ってるんで超強いです、本当に。はい。で、こんな感じで使ってますと。はい。フル覚醒済みの、スキル場ではないんですけど、まあ、なんでティンニン持ってるか、僕ティンニンのフレンドが、まあ、5、6人ぐらいしかいないんで、まあ、ぜひよかったら本当にティンニンの方よろしくお願いします。で、まあ、メタトロンは結構一般的かな。これはちょっとすいません違うな。これが、そうそうか、ここがちょっと今周回していたんで、これが僕のそうそうパーティー完成すれば、まあ、レベルがまだ低いんで、完成すればなんですけど、こういう構成でやっていきたいなとは思ってる。まあ、もしくはここのキングホノリンの枠を、村雲さんにしてもいいんじゃないかな。で、まあ、雨の渦め入れてる理由としては、やっぱバインドが、情報修正で、バインドが4ターン回復できるっていうスキルがついたっていうのは、やっぱ降臨ダンジョン向けで大きいかな。あ、基本これ降臨ダンジョンに。調整しております。9倍なんで、ね、倍率があんまり高くないんですけど、 HP がやっぱ結構跳ね上がるんで強いかなとは思っております。そうそう持ってる方ぜひよろしくお願いします。はい、あ、サタン、まあサタンもよろしくお願い。あ、これエメドラ周回してたんでこれになった。はい、でこれが孫悟空のパーティーなんですけど、まあぶっちゃけここはちょっと待ってください。光メタにじゃなくて、ドラゴンライダーかな。なんでこうちょこちょこ変わってんだろう。え、いや、ドラゴンライダーじゃなくてもいいのか。列強化が5つでいいから。違うんですよ。回復力が低かったんで、わざわざ光メーター入れたんですよ。バインドも怖かったんで、ちょっと。これでフレンドを合わせて、列強化が5個になるので、結構強いっすね。やっぱり。はい。なんで、孫悟空持ってる方、よろしくお願いします。あれです。ドラゴンボールの方じゃなくて、英雄神の方、よろしくお願いします。で、アンドロメダですね。僕、あれなんです。ヘルメス持ってないんで、このパー編成になっちゃうんですけど、やっぱダブル攻撃耐性ってやっぱ強いんで、まあ、スキルマにしてぜひ使っていきたいなと思うんですけど、はい。で、まあ、これも列強化が5個ちゃんとぴったしあるので、これを使っていきたいなと思うんですけど、まあ、なんせ水のフレンドがやっぱ少ないので、皆さんほんと英雄心マジで強いんで、てか、この英雄心マジで強いんで、もしボックス眠らせてる方頑張って育てましょう、ほんとに。めっちゃ強いです、ほんとに。マジで。新無限回路で使ったら、まあ信じられないぐらい。で、属性染められるんでね。結構強いです、ほんとに。で、アンドロメダは、ほんとに持ってる方よろしくお願い。
同じことしか言ってないけど、本当にマジでフレンドが、au 社のフレンドがもうパンドラしかいないんで、まあ、当たり前なんですけど、みんなで au 社に使っていこうよ、本当に。もう本当に。このね、アンドロメダと、孫悟空、お願いします。で、ゴンのフレンドも同時によろしくお願いします。ゴンと、あとペルセウスか。au 神の。よろしくお願いします。ゴンは、じゃないな。ペルセウスだな、どっちかっていうと。僕持ってないんですけど、ペルセウスを。でもやっぱり、強いと思うんですよね。やっぱり。すごい強いと思うんですよ。このパーティーで。だってもう1万6000いってますからね。まだレベル最大2体持って、じゃないのに。頭おかしいんで、まあ、ステータスも含め。なので、ペルセウス持ってる方、ぜひよろしくお願いします、本当に。ゴンも、お願いします、本当に。僕、ドラゴンボールじゃない、ハンターハンターコラボ来たら、ゴンとキラー出るまで絶対引きたいと思うので、ぜひよかったら、その時にはゴンの、ゴンが、絶対、約束します。ゴンは絶対引きます。ゴンとキルは絶対引きます。ここはで約束します、とりあえず。はい。はい。なので、ぜひよかったら、まあ、投資ではないですけど、ゴン持ってる方、ぜひフレンドよろしくお願いします。で、まあ、こんな感じですかね。パーティーとかは。で、フレンドの募集に関してなんですけど、下の概要欄の方に、どうしようかな。リンクを貼る？あ、違う。コメント欄の方に、ID を書いていただいて、あ、じゃあ ID 書く、下の概要欄の方に、メールのリンクを貼っておきます。あ、ここにも出るかな？ここにも出します。はい。下の概要欄の方に、リンクを貼っておきます。ここの画面の、パソコンの人はここの画面の方に、ここに今指出してるところに多分出てくると思うんですけど、はい。そちらの方にリンクが貼ってあるので、そちらの方にメールで、送ってくださいと。自分の、ID だったり使ってるモンスターだったりだとか、リーダーによく使ってるモンスターだったりだとか、眠ってるモンスターでも大丈夫です。今 au 神持ってるけど全然使ってないで全然大丈夫です。基本僕 au 神のフレンドを、一番優先して、フレンドを取っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。なのでそちらの方に、送っていただければ、まあ、後日、ちゃんと後日、送っていただく。あと、まあ、ルールとしてなんです。ルールっていうか。で、そんな感じで、オーバー、そんな感じでできます。ルールなんですけど、基本僕、ちょっとトラブルを避けるためになんですけど、基本僕はメールは、一切、しないです。パズドラの中で、何々にしてよとかは、基本したくないっていうか、それをしちゃうと多分、なりすましとか多分出てきちゃうと思うので、あんまりなんか、よく、有名な方、僕まだあんま有名じゃないから、まだこういう問題とかってあんまりないと思うんですけど、有名な方とかは、なりすましなんかやっぱりね、有名な方の名前を、借りて、なんか、あんまいい子、なんかね、人側の気分を害するようなことを、やっぱ、よく言ってるらしいので、やっぱそういうトラブルやっぱ避けたいので、メールとかは一切しないので、まあ、なるべくメールも送ってこないようにお願いします。受信拒否に一応してはいるんですが、メール送ったのになんで変えてくれねえんだよとかは、すいません、メールを拒否してるので、基本。普通の人から来る。確か、わかんない。うん。はい。ので、すいません。で、はい。よろしくお願いします。で、基本、選ばせてもらった人のから、僕から申請をします。僕から申請するので、申請来た方が、当選となっております。発表は、しません。発表っていうか、ID とかの発表はしないです。だから、ランク何々の人が当たりましたよっていう結果報告の動画ぐらいは上げておこうかなと思います。募集期間は、どうしよう。2週間。いや、そんな長くなくてもいいか。いや、まあ、ちょっと、まあ、多かったら、切りますみたいな。ツイッターの方で、報告しますから、募集期間は。ちょっと未定です、それは。はい。なので、ぜひぜひ、それらのルールを守った上で、あと自己責任でよろしくお願いします。一応、個人情報の扱いなんで、ID とかって。だから、そういうの見せてもいいよって人のみ、送ってきてください。よろしくお願いします。はい。でも、僕、フォルスとか297とかね、持ってるんでね、フォルスのフレンドも全然、大歓迎ですよ。はい、まあ、
頑張ってプラスも今日集めていきたいなとか思うので、ぜひぜひよかったら、フレンド募集の方、よろしくお願いします。特に、英雄神の、孫悟空、ペルセウス、あ、ヤマトタケルも、その、なんだっけ、パンドラ以外の4体の英雄神、本当によろしくお願いします。マジで。マジで本当に英雄神枯渇してるんで、僕のフレンドの中で。よろしくお願いします。では、こんな感じですかね。ちょっと長い動画になってしまったんですが、フレンドの方のよろしくお願いします。まあ、もう一度、もう一度募集の説明をすると、僕の、メールの方に、メールのリンクがここにで、また、下の概要欄の方、パソコンの方はここの、ここに多分リンクが貼ってあると思うんですけど、そちらの方に、メールをしていただけると、内容は、自分の名前、パズラの中の名前と、ID。よく使ってるモンスター。もし眠ってるなら英雄し、眠ってるよみたいな感じで、よろしくお願いします。はい。じゃあまあこんな感じで、動画を終わらせていきたいと思います。また次の動画でもまたお会いしましょう。バイバイ。Thanks for watching Show's Hobby Channel today. Did you like the video? I hope you did. Well, to watch more videos on Show's Hobby Channel, please subscribe my channel. To subscribe my channel, please click the button right here if you're watching on PC. If you're watching this video on iPhone or an iPad or whatever device else, please click the link right down below in the description line.I hope I'll see you in the next video. Bye!